はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。ミヒトです。今回はドラゴンクエストライバルズやっていきたいと思います。少し前にコメントの方でいただきましたんですが、このゾンビテリーデッキに、ダークランサーって入れる余裕ないですかね、と。ダークランサーは、貫通を持っているフォロワー、モンスター、テリーも含むですが、キャラクターたちに、攻撃力をプラスするという能力を持っております。で、このプラスするっていうのは、初期だと1なんですが、テンションスキルを使えば使うたびに、1ずつ上がっていきます。なので、ゾンビテリーデッキには少し入れてたんですが、途中で入れなくなったんですよね。テンションスキルをめちゃくちゃ使う余裕がないということで外してたんですが、ちょっと今回入れてみようということで、英雄も入っていますし、ダークランサー入っておりますし、ダークランサーの効果をうまく使うためにもヘルオーディンは必須という感じのデッキとなっております。代わりに武器カードと、武器カードがなくなってギガスラッシュを追加しました。ギガスラッシュは最近ピサロナイトが並ぶのが怖いので入れております。はい、ピサロさん対策ですね。で、ギガブレイク、もちろんギガブレイクもピサロさんだったり、トルネコさん対策でございます。基本的にはゾンビデッキと同じなんですが、レオコン出した後の、9ターン目幽霊プラスダークランサーっていう動き強いんじゃないかなと思っております。それができたらいいなということでやっていきたいと思います。いざランクマッチへ GO。 今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。この勝負やっていきましょう。お相手さんは僧侶ククールさん、職業レベルが50マックスまでいっております。嫌な予感がしなくもありませんが、高校が引けました。これはまあ悪くはないかなと。高校引いた場合というか、先行引いた場合はゴーストを手札としてキープするんですが、ピサロとかそういうのが出た時ですね、で置くんですが、今回はまあいいでしょう。タバサ、タバサ、タバサってことは特技カードが多いかな。ザキとかザラキとかが多そうかな。いやー、ちょっときついな。ここはまあ、ロトの血を引くもの。この人のレベルも2まで上げとかないと、幽霊が2回攻撃を持たないんですよね。さて、お相手さんの2コスト目。2コストで打ってる特技カードってあったか。誰だお前は。プチファイター。なんか、プチファイターたちって4人、コンビだよね。コンビじゃないんだけど、4人スクワットだよね。ダークランサー来ました。なんかほら、プチファイター、プチヒーロー、プチマジ、ごめん、もう覚えてないや。なんかあと1人いた気がするんだけどね。なんかこいつら4人組だったんだよ。懐かしいな。テンションスキルはまだ使わないでいきましょう。テンションスキル使わないとダークランサーの攻撃力アップがプラスされないんですが、プチプリースト、何？どういうデッキ？なんか4人揃ったらとんでもなく強くなるとか、そんな感じないよな。これは、まあ、攻撃力1だし、ガスト出しておきましょう。ファミレス行きてー。それでガストや、みたいなな。ガスト出すためにこんなこと言ってる気がする。行こうか。で、次は、ガストが生き残ったら、っていうか自分から当たってくることはないんじゃないかな、プリストさん。当たってきます？当たってきます？ミラクルソードかな。ミラクルソード、竜王増殖やったからね、ミラクルソードの強さを僕は知っている。お願い。MP1 回復なかなか強い。残り3コストで何かしてきますが、できることならしてこないでほしいというのが本音ですが、テンションアップだけならばよしでしょう。このデッキ、お相手さんのデッキはこれなんだろうな、あれ入ってんのかな、必殺技グランドクロスだったかな。 OK。この魔物使いで、ヘルオーディンを持ってきたいところですね。それで、ゾンビ系モンスターに全員が貫通が付与されますので、ベホイミで全回復。回復、ドローして、あー、そうでした。ベホイミも2コスト以下、2コスト以上の特技カードでした。その4コストでお願いだからでかいモンスターは出さないでくれ。プリーストプリスト、あー、そうか。見せてやるぜ。タバサのレベルが2に上がったから、ステータスが上がってヘルホディンそのまま来ちゃったよ。まあいいや。これでレオコーンが来ない。ヘルホディン、まあよしとしましょう。次、ゾルデさんいけそうですかね。ザキがあったら、ゾルデさんでいっか。
幽霊さんは、ヒーローレベルが3になると、ステルス持つんですけど、まあ、ぶっちゃけ、ゾンビテリーで失踪できるようになった場合はもういらないですよね。ゾンビテリーというか、レオコーンさん。プチファイター。体力2だったら取れる。それだけ？王女救出しましょう。神様ですね。王女救出。で、残り、ガスト。幽霊は置かない。ガストで行きましょう。今でも思いますけど、ガストお前ゾンビじゃないんだね。何タイプなの？ファミレスタイプってか。さっきも同じネタ言った気がするわ。まあいいや。さて、お相手さんの7ターン目。ヘルオーディンを取るのがかなり辛いと思いますが、ザキがあったら終わりだ。ザキがあったら終わりだ。頼む、ザキは泣いてくれ。誰だお前は。他の全てのユニットのみ、これさ、これあれじゃん。ダークランサーと似たようなスキル持ってるからさ、多分ダークランサーの総量バージョンみたいな感じなんだろうな。ここはね、ゾルデを置けないね。置くか？置けねえな。王女救出で2ダメージ。ぽい。おう、これで救出成功か。OK？で、どうする？あ、ガストと僕のスキルで、うわぁ、スキルでって、今、普通にスキルでって言ったけど死にたくねえな。ここで幽霊置こう。こうして、6ダメージはまあ痛いけど、ガスト、OK。で、幽霊を置いて、ステルスを持っているのでなかなか取られにくい。で、ヘルオーディもおそらく生き残るでしょうということで、次ダークランサーだな。OK？ 王女の愛。これでテンションがマックスになったので、次もう一回、テンションスキル使えば、いいんじゃないかなと。ザラキが勘弁といったところだね、これ。そうだな、ザラキが本当に勘弁。ニードルラッシュ。終わりだ！うっそだー！あー、ゆるさん！ 1 枚しか入れてない。なんで2枚入れなかったんだ？ギガスラッシュで消えたのか、枠が。あ、マジか。ヘルオーディンが生き残ってくれれば嬉しい、すんごく。僕めちゃくちゃ嬉しい。パワースナイパー。これ死ぬな、多分。これ多分死ぬな、ヘルオーディン。死ななかった。神言の数珠。マジか。マジか。幽霊さんが死んだの痛いな。幽霊さん2回攻撃強いんだよな。オッケー。お相手さん手札がなかなか枯渇してるな。目標の動きができなかったが。ギガブレイク。んー、まあここは、ゾルデさんで行こう。OK。で、殴って終わりで行きましょう。テンションスキルは、一応まだ置いておく感じで。OK。これで影を出す。影はガストの、ガスト2体の効果も付与され、貫通が付与され、こいつの能力で他のゾンビ系が攻撃力1上がる。いいね。で、これ、そう出すな、そう出すな。守護が出ずに、ギガスラッシュでも突破できるし、ゴーレムで守護が出ました。はい、倒せるか、これ、次。テンション上げます。それで終わりか。勝ったんじゃね？勝ったろ、これ。計算する？いや、でももう、ダークランサーで、これ使わないとダメなんだよな。オッケーオッケー、上がった。2から3に上がりました。で、これで、ダークランサー。貫通を全員持っているので攻撃力がプラス3。おーはい！じゃあギガスラッシュとテリーの攻撃で。ギガスラッシュ！あー違うわ。ごめん。テリーも貫通今持ってるから、攻撃力プラスなんだ。わ、忘れてた。あ、勝ったね。あ、つえぇ！つえぇ！つえぇ！なんだこれ。貫通ゾンビテリー、これ強いぞ。いや、これ強いぞ！ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか？コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。
バイバイ。